十七代の王であり、生は、金子。三国式によれば、文中に別名として、ナミツを伝え、第十三代未、数日金の王い、母は、金子の旧霊夫人であり、王妃は味数日金の娘の保犯夫人とする。三国維持王歴では、ナコツマリツと記され、味数日金の弟とし、一説で、味数日金の王いと伝える。 先代の喫飼西勤が356年4月に、このないまま死去したため、ナ骨ツ西勤が王位を継いだ。以後、53代の新徳王が現れるまで、白木の王党は禁止で占められることとなる。高栗に従属しながら、九だら、ヤマトへの対抗に努め、独力で中国に長考を果たすなどして、初めて白木として国際的な舞台に登場した。 364年4月に和の侵入を受け、とてもかなわないと恐れたが、数千体の草人形に服を着せて、兵器を持たせてと含む山のふもとに並べ、一方で、有志千人を斧の東に伏兵として置き、進撃してきた和軍に、不意打ちをかけて敗走させた。後代を碑文によれば、白木は、高栗の新民であったが、391年和が、海を渡って、 くだらや白木を破って和の新民としている。393年5月に和軍が新入士首都近所を包囲され牢城戦を余儀なくされたが和軍が退却しようとしたところを騎兵200を送って大路を塞ぎ不評戦を送って独産付近で攻撃させ和軍を退敗させた。399年にも和の侵攻を受ける。和軍が 国境に満ち溢れ城地を開発民を八つ客としたため、高栗に救援を求めた。翌400年になると金城が和軍に包囲されるが、救援の高栗軍が迫ると、和軍は未満なからに撤退し、窮地を脱した。その間、九太らの金所港からは366年、368年に死者を受け入れており、 373年には、九太良の萩山城の城主が、領民三百を率いて投降してきた。この時、九太良からは国書を送って、返還を求めてきたが、ナコツニ金は、民草は、行きたいところへ行き嫌になれば去るというように、自分たちの望むところに住まうものです。大王は、自らの民草の思いを配慮せず、私を責めるのは、いかがなものでしょうかと答え、 クダラは何も言ってこなくなったという。高栗からは392年正月に死者を送ってきたが、国力の盛んなことを恐れ、王族である遺産の金大成地のこの実勢を人質として送り込んだ。中国に対しては377年に高栗に随伴して全身に徴工をしており、382年には全身に対して守る党を送って、 白木単独での調講を行った。この時の様子は太平五蘭が引用する新書に記されており、白木王老官が国語を各路から白木に改めたことを報告したとしている。在位47年にして402年2月に死去した。この年、この羊角金川に人質として送られることとなる。三国維持によれば、先生代の西南に三ささぎがあるという、 また、王領は、慶州市行動の史跡第百八十八号が、否定されている。三国式によれば、魔律館の号は十九代突起魔律館からのことと、するが、三国維持では、ナコツニシキから、魔律館の号を用いたように記している。太平御覧に見られる、新羅王楼館の表記のうち、楼館は、魔律館に相当するものであり、ナコツニシキの時代から王号が、 マリツカンに変化していき、突起マリツカンの時代になって定着したものと考えられている。前身への兆候について377年及び382年とするのは太平五覧の記念に従う。同書の記事を参考にしたとみられる三国式、白木本義では単独兆候を名骨に資金の26年のこととしているが、 377年の情報記事を記していない。ありがとうございます。